ピセラ TV。 この1分間に、私完全にここが今触った感じだと前なんですよ、右が。なんとなく。どうやって分かるか。みんなに伝わる。寝た方がいいのかな。あ、見ていいね。こうやってやってみようか、最初は。よいしょ。右の方が骨盤の方が当たりが。あ、これ？そうそうそう。左と右とどっちが当たりする。左の方が強くない？そんなことない？下に落ちてるから。わかんないけど、それだと反対なんだよ、見立てが。右のことが前行っちゃってねって話。こうなってねって。こう感じるけど、今は。あ、そう。俺もね、だからね、分かりづらいって言われるんだよね。うん、触ってるしか違うのね。ちょっと逆にユミちゃん触ってみてください。うん。いや、これね、だからね、これ背骨もそうなんだけど L4 後もね触診しづらい子みたいで、でも患者さんの人だったからパパってやっちゃうわけですよ。うん、左そうでしょそうなってそういうことってよくあるじゃん、うちらの。どうするどうするどうする。いや、そうなると左に入れたくなるじゃん。でも左に入れちゃうと腰痛くなってきちゃうから、もう分かってんだもんね。分かってんの、自分で。それは信じてこっちでね、言われた方でやった方がいい。じゃあユミちゃんが、だから、あ、分かった。足の組み方。今、右の方がめっちゃ組みやすいから、例えばだけど、普通にやるよ。右はこういう感じ、こういう感じね。左はもう、そもそもこういう感じなわけ。これだけ違うわけ。こう手で持っていけば組めるけど、これが多分組めづらくなるはず。戻る方向に行くと。左と右とは一緒。すごいこと思いついたね、今ね。でもじゃあ、ゆみちゃん、セルフ、セルフ。セルフでやろうとしてる。やって。やってくれ。私この間背中が凝った時にちょっと娘に流してもらったんですよ、で別にやり方もそんな知らないし、だけど誰がやってくれるかで全然違うんだよね。あ、すごい楽になったもん。これさせばいいんですか。そう。おお、あ、でも当たってないな、あんまり。深いだね。もっと上、あ、そんなことない。上、下、下、どういうこと。あ、いいのか。そういう状態だよね。尖ってる方がいいですね。あ、でもそういうやり方もある。尖ってる方が、あ、それの方がいいね。反対にして。尖ってるのを山の方を強く当たる。そう。痛そう。いい？あ、そうそうそう。全然これの方がいい。ちょっとこのまま1分とかぐらいで。俺だけ雑みたいな。でも知らない人ね、いると思うから、こういうのもあるんだよみたいな。面白い。で、肩とかもできるってこと？そう、前肩の人、前ここに。やりたいね。もう今日雨降ったらさ、なんか全然最近指痛くなかったのに急に指痛くなっちゃって。ああ、気圧の関係で。うん。で、あとちょっと昨日ちょっと張り切ってやったからな。身に覚えが。さすがにまだ早いかな。ていうか湿気すごいね。汗ですごいかけてた。思った。え、これエアコン入ってんの？入ってない。入ってないんだ。入れます。除湿。お、当たりが変わってきた。分かった。なんか、なんだろう、まろやかになるから、ね、そう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 、まろやか。当たりが弱くなる。OK、これで実験しよう。取って、で、揺らしだけやって、お尻の揺らし。もっと大きい。そう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 。OK、いい意味が取れば。はい、よし。実験。ちょっと、楽しみ。楽しみ。いや、ほら。ああ、あれ、ちょっとやり方違う、さっきと同じ同じみんな。おお、だから両方同じぐらいな感じだったじゃん。あれ、さっきどっちだったっけ。え、左が乗らなかったじゃん。乗らなかったんだ、これ。ほら、なんでだから、まっすぐなるから、まっすぐなるから。極端に曲がってると、さっきこうなってたから、これが行くけどこっちが行かねえみたいな。すごい。そう、高がね、今ぐらいで。
なるわけですよ。ちょっとここに似たの作って売ったらいいんじゃないですか。本当だよね。だってブーンってなってる、ブーンってなってる。ブーンってなる。いや、ブーンってなってるから、あの外側にそういう形のものをカバーつけてる。そっか、そうだよね。そうか、作ろう。いくらで、いくらで、いくらで。こっちは30万なんだけど、なんと3万円です。30万だって機械が高いからね。これ単品だとね、確かね、2個セットで、うん、確か5万ぐらいだったんですよ、2個セットでね、うん。で、ダブルでかけたりするからさ、こっちと前と。おー、うん、それすごい、うん。受けてみたい。ダブル。うちにもう1個ある。あ、そうなの、うん、へぇ、面白かった。今度またやってみたいから、うん、撮ろうか。はい。じゃあまとめに行きますか。はい。はい。ネクスト。はい、まとめでーす。こういうのね、こういうの。これ何ボルトって書いてある？俺の老眼で全く見えないよ。あ、12ボルト。でかい、でかい。12ボルト。老眼とかじゃない。そうそう。すごい。だから今3人ともヒュッとなってるんじゃない？多分あの最初のオープニング動画より。キュッと腰の痛さもだから変わってくるよね、うんうんうん、でもこれをだからさっき坊さんの話したけど、しっかりもうちょっと時間かけてやると戻りづらくなるってこと、うん、回路とか矯正ってさ、瞬間圧じゃん。瞬間圧ってだから逆にその団体とか曰く、瞬間だから瞬間には戻るけど瞬間に戻りやすいよねって話、うん、これはじっくりなんで、じっくりやった方が盆栽の考えで戻りにくいよねっていう、うん、その意味はね、結構ね、うんうん、大事だと思います。うん、ね。ん？今頭の中で整理してた。あ、整理してた。下から俺ばっか喋ってない。下からチェックした時に、うん、隙間が、本当は。あ、ね、だから俺矛盾反対だったから、うん、その判断ができないと、うん、反対やっちゃうよね。そうだよね。だからこう落ちてたから、本当は落ちてた方をこうやって上げてやるんだけど、でも今回の場合はそっちやると痛くなるって人だってもう経験で分かってるからこうやるっていう、ね、うん、そう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 、そういうふうに反対で覚えちゃうね。反対で覚えちゃうから、さっきの足組ませるといいかも。足組みやすい方、組みにくい方ってあるんですよ、うんうんうん、両方同じだったらそんなに骨盤変わんないかもしれないけど、あの俺は圧倒的に右の方が組みやすくて、左の方が組みづらかったんで、組みづらいとか組めなかったんで、うんうん、それを把握すると右足が、あ、右骨盤前っていう考えでいいんですよ、そこは。うん、そういう考えの、うん、前に出てる方を、前に出てるから骨盤が前に出てるから組みやすいですよ。うん、前に出てるからこっちに下がってると組みづらいじゃん、積み方っていう考え。うん、勉強になりましたでしょうか。はい、すごい勉強になりました。ゆみちゃんが今日理学療法士の学校行ってたってそれを聞いてびっくりした。2年生まで行ったそうですよ。えっつってさっきね、ゆみてミキティのさ、ゆみティだって言えば面倒くさくてもうね、まとめちゃったよ。ゆみティ、ゆみティ肩甲骨のズームして、肩甲骨のここは肩骨頬、肩甲頸、肩甲頸とか、なんか肩甲下結節が、うん、もうやれみたいなことを言ってたら、私もやったって言って、私もやったって。私はリラクゼーションの整体の学校行ってたんだと思ってたから、うんうん、整体の学校でそんなことやんの、と思ったんだよね。そしたら理学療法士だPT だって。でもほとんど忘れたそうです。私も先週習ったこと何回も忘れてます、ね、本当に思い出して私本当、うん、ということで、今回は完全生態法の HSTI という団体、うんうん、まあ、ホームページとか、まあ、調べてくれれば、その、うん、多分防災とかも書いてあると思う。結構ね、ホームページ細かかった、さっき見たら。あ、そう、めっちゃ細かい。うん、あと、うん、施術の、なんだろう、症例別にも結構書いてあるような気がした。うん。でも、あれですよ、それは症例別に書いてあるホームページとか、そこの団体も書いてあるんですけど、鵜呑みにしちゃダメだからね。それが絶対的にそのお客様に当てはまるとは限らないので、うん、様子見ながらやる。そうですね。うん、これもあの反対だったら痛くなってきたり不快になったりするし、うん、あのさっきみたいに、あ、なんか緩んできたっていう感じじゃなくなります。逆に辛くなってくるから、うん、反対だと。なるほど。それをただお客様に聞きながらやるって感じだよね。うんうんうん、
だからこれ機械頼らなくてもいいわけですよ。手でもできるわけですからね。そうかそうか。そう手でもできるし、だから振動した方が、あの気持ちいいし、こう、あの何て言う、歪みが戻る戻る。ヘッドのマッサージの練習した時に、あのバイブレーションっていう手技があって、それで震わせる練習してたから、それそのままやればいい。ちゅうかそれやって。どんな感じ、ね、ちょっとやってみます。やって。3人ともやるか。バズり系で。気持ち悪い。気持ち悪いけど、そういうの見たいんじゃない。はい、ということで、はい、今回はこんな感じでした。はい。はい、よかったらね、高評価と、はい、コメントの方お願いします。というかね、あれなんですよ。うん、もうね、この後半見てる人の事実知ってます？知らない。再生回数のうちの 0.7% さ、後半のこのまとめをほとんどの人は見てくれてないというか。いやもうね、あの今見てくれてる人に感謝しかない。本当本当こうね、どこで離脱したかみたいなグラフがあるんだけど、最初はやっぱ見られてるからこうやって、まあね、で面白くないのは多分 ね、ストーンとなっちゃうし、で徐々に上がってきてる。ただ いい提案がある、うん、早送りしてみて1.5 ぐらいだったら聞き取れるから。いや、あ、まあね、 1.5 ぐらい、そうだね、うん、ギリ、あの、うん、忙しいあなたは、うん、で、それ言ってたよね、誰かもね、あれ言ってたじゃん。そうだっけ、うん、旗の台の先生が言ってたじゃん。ああ言ってたの、言ってたの、この前会った時に見てますよ、1.5 倍にしてるって、うん、あなたはちゃんと見て、あなたはちゃんと見て、あなたはちゃんと見てで、これをちゃんと見たらコメントがなんかで見ましたって書いて、そうね、書いて LINE 待ってますはい、はい、で、あとはこれも言っとかないと、うん、まあそれは次の動画で言おう、うん、分かった。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またね、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。